広島市の原爆資料館でウクライナ語の音声ガイドを翻訳したウクライナ出身の学生らが広島を訪れ自らが担当したガイドを聞きながら資料館を見学しました原爆資料館を訪れたのは福岡県の大学に通うウクライナ出身の学生3人です3人はロシアによる侵攻が始まった後来日 去年の G7 広島サミットでゼレンスキー大統領の訪問をきっかけに駐日ウクライナ大使館から依頼を受け資料館の展示を紹介する音声ガイドのウクライナ語への翻訳をサポートしました音声ガイドは学生12人と教員1人がおよそ3週間かけて翻訳し先月16日から貸し出しが始まっています3人は、自らら、翻訳したガイドに耳を傾けなながら被爆の惨状などを 2時間ほどかけて見学しましたガイドを聞きながらずっと自分の家族のこと考えていて心が痛くてたまらなかったです広島資料館は、うん、世界の歴史にも未来にもとっても 大事なところです。日本の文化や歴史を学ぶことが重要。三人は慰霊碑や原爆ドームも訪れ。遠い祖国の平和を願い、祈りを捧げました。